リオは、韓国の元囲碁騎士。李昌公に次ぐ、国際棋戦の優勝数回を誇り、2000年代半ばから2010年代前半における、世界最強の騎士と目されている。兄は、騎士、李昌君。定石を超える、独創性が強い戦闘的なスタイル。韓国機械の魔王と呼ばれている。父にごを教わり6歳頃から、寄付並べをしていた。 1995年入団。入団後すぐに頭角を表し、腐敗少年と呼ばれた。1996年には、第1回 LG 杯世界記憶戦の前夜祭りで、総訓言と公開対局し、千番事後。2000年、17歳の時に、バッカス杯天元戦に優勝して、初タイトル。また、この年には32連勝も記録した。 2003年に KT 杯戦に準優勝して7段、昇段。また、富士通杯世界選手権で2002年、2003年と連続優勝し、9段昇段。国際棋戦重視と言われていたが、2006年には国内棋戦4冠を達成し、李性光と並ぶ実績を上げ、2007年韓国、東急ランキングでは1位に躍り出る。2007年から再開された、名人戦では、 リーグ戦を7勝2敗で1位となり、6勝3敗の同率決戦で、僕沈席を制した長官場を5番勝負で3から0で破って、名人くらいとなる。また2007年から8年にかけて、トヨタデンソー杯、テレビインゴアジア選手権、サムスン火災杯、LG 杯と世界戦4冠を達成。2006年に結婚。結婚式は3月12日で、 この前後の11、13日には、春蘭杯世界囲碁選手権戦の1、2回戦が北京で行われ、春蘭杯の日程を知らなかったと言われつつも、北京とソウルを飛行機で往復して、対局をこなして、たらぬ、カタリン、ラ、アライガワを破るベスト8に進出したが、9月の準々決勝でシャーカに敗れた。中国高級リングでは年から、チームに参加、 2008年には全勝すると10万元、敗れると1戦もなしという契約で8戦全勝を果たし、さらに2009年第10戦で敗れるまでリーグ戦19連勝を果たす。韓国囲碁リーグでは2005年ピーマン、2006から8年は第一火災チームに参加。脳神シン,シンラーメンハイでは2008から9年に初出場し、上広露古地からの二人抜きして、 韓国優勝を果たした。2009年4月に韓国イゴリーグへの不参加、中国学校行リーグ戦の契約金5%を韓国基因に提供しないこと、寄付の管理を韓国基因に委ねることの拒否を表明。これに対して韓国基因では理の処分を図り、理は6月に疲労など理由に1年半の起死休業を発表し認められた。 ただしすでに契約済みの中国学校一期リーグには参加を続ける。その後12月に復職依頼を提出して、2010年1月から帰戦に復帰。以来5月まで24連勝し、その間に BC カード杯優勝などして、騎士ランキングも3月には1位に復帰し、2012年6月に北定間に抜かれるまで27ヶ月間1位を維持。 2010年11月のアジア競技大会では、男子団体戦に出場して、金メダル獲得。韓国インゴリーグでは13勝2敗の成績で、新安チーム優勝に貢献し、MVP 受賞。2014年にフルジカラとミリーム105敗10番号を行い、8局目までで6勝2敗で終了。テレビ後アジア選手権戦に2014の15年に、2連覇。2016年、 コンピュータイゴプログラムであるアルファゴと対局し1勝4敗と敗れ、コンピュータイゴの実力が世界トップクラスの騎士に追いついたことを示した。詳細は、アルファゴ対リオドルを参照。6月24日、プロ通算1200勝達成。勝率70.6%、入団後21年、1702対局での達成。国内騎士では、総訓練、李商校、 初報手、リュウチャンヒョクに次ぐ、史上5人目。タイトル獲得数国際棋戦が18回、国内棋戦が30回の48回で、歴代3位。2016年プロ棋士賞金ランキングで2年ぶりに1位に、輝いた。2017年の韓国大統領選挙の際、共に民主党の公認候補を選ぶ、党内予備選挙では、アン・ヒロシ政を支持本選では、 予備選で、アンヒロ市政を破った同党の公認候補ムンジェインを支持し、ムンジェインを応援するテレビ放送演説を行った。2018年1月10日、第5回世界囲碁名人選で優勝。2019年11月19日、韓国議員に辞職願いを提出し、引退を表明した。理由は、一心上の都合としている。2019年12月、 韓国製の囲碁 AI ハンドルとの引退対局に臨み、1勝2敗で最後の対局を終えた。第15回世界囲碁選手権富士通敗の決勝戦にて、同じ韓国勢であるリューマサカットの一局、Google 参加の IT ベンチャー企業ディープマインドが開発したアルファゴとの第4局。ありがとうございます。